じわじわたぎってきたぜ。かつて大きな争いがあり、世界は七つに分かたれた。来るぞ、覚悟を決めるのだ。戦いに不慣れな貴様には我が輩がアドバイスをしてやろう。まずは基本中の基本、敵との位置取りだ。さあ敵に近づいてみるがいい。よし、次は攻撃を繰り出すのだ。攻撃こそ最大の防御なり。うむ、その調子だぞ。いろんな攻撃を繰り出して戦うのだ。悪い悪い、戦争の夢を見ててさ。もう戦争なんかずっと前の話でしょ。まあな。最近歴史の勉強ばっかりしてるせいかもしれない。士官学校の試験が近いんだよ。やば。大戦争の後、互いに傷つけ合うことの愚かさに気づいた人々は、二度と争いを起こさないと誓い合い、七つの王国のもと、千年にわたる平和な時代が続いていた。おー
久しぶりね。俺が居眠りしてたってよくわかったな。まったく、いとことしてはちょっと恥ずかしかったわ。へえ、二人はいとこ同士なんだ。そうなの。ねえ、この子どうしたの？ああ、下宿先で仲良くなったんだ。僕、ハミロン、よろしくね。よろしく。ねえ、どこかで会ったことない？ん？そういえば、ジャイワールのみんなは元気か？ええ、元気よ。そういうあなたは聞くまでもなく元気そうね。まあな。あ、そうそう、これみんなからのお土産。おお。オレンカに留学してもう1年でしょ。そろそろふるさとの味が恋しいんじゃないかって。懐かしいな。今日は久々にジャイワールナブだ。それにしてもやっぱりオレンカは全然都会ね。一度見てみたかったのよね。竜が太陽を喰らう日、双子が生まれ、再び大地は戦乱に覆われる。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。これ古の予言よね。ああ、意味はよくわかんないけどな。要はもう二度と戦争なんかするなってことなんじゃないのか。ちょっとやめなさいよ。もう相変わらず落ち着きがないんだから。お前こそ相変わらずの学級委員長っぷりだな。え、よし、じゃあ寄り道はここまでにして俺の下宿へ行くぞ。え、あ、ちょっと待ちなさいよ。裏庭があるんだ。これだけ広ければ訓練もできるわね。そういえば肝心なことを聞いてなかったけど、あなた留学してちゃんとやれてるの？当たり前だ。学校の戦闘演習じゃ俺が出席なんだぞ。本当かしら。ほら、なんなら鍋が煮えるまで試してみるか。いいわよ。手加減は無用。久しぶりに真剣勝負と行こうじゃない。いとこ同士で手合わせするんだね。よし、ここは僕のじゃなかった、我が輩の出番だな。ためになるアドバイスをしてやるぞ。まずはこの攻撃をやってみるのだ。基本中の基本だぞ。うむ、その調子だぞ。さあ、次はこれをやってみるのだ。うむうむ、攻撃の基本はバッチリだな。続いて守りの基本を教えてやるぞ。敵の攻撃を避けるには見かわしだ。よし、早速やってみろ。うん、いいぞ。敵の攻撃は防御できるぞ。さあ、防御してみるのだ。いや、見かわしと防御はバッチリ。これで守りは完璧だな。次は特技と呪文のおさらいだ。どちらも MP を消費するぞ。早速特技を出してみるのだ。ダイヤモンドダスト。なかなかやるじゃない。確かに1年前より強くなったみたいね。2人とも本気になってきたようだな。よし、最後はテンションについてだ。敵を攻撃したり敵の攻撃を受けたりするとテンションが溜まっていくぞ。
テンションがどれだけ溜まってるかは画面の左下のゲージで一目瞭然だな。さあ、お互いに本気で戦ってテンションを溜めるのだ。前もな。うんうん、二人ともよく訓練を積んでいるな。感心感心。ちょうど煮えたみたいだな。飯にするか。え、あー、いい匂いだな。ほら。ありがとう。それじゃあ久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何が？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今、ジャイワールって言った？ああ。急げ！早く城門の中へ！今だ！放て！うわぁ！戦争だ！本物の戦争だよ！どうして戦争なんか。国同士が争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールと殿下は友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は町の人たちを守るんだ。ジャイワールに帰ったら俺たちただじゃ済まないぞ。そうね。でも今はオレンカの町を守ることに集中しましょう。そういえばゼザールはこのことを知っているのかしら。セザールはジャイワールの王子様さ。俺たちの幼馴染なんだ。まさかセザールが関わっていないというのか。
ール軍の勢いが弱まったな。国民の避難もおおむね終わった。我々も交代して内門を閉じるぞ。切り裂け。よし、大体片付いたな。でかいもの振り回してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。オレンカを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。気をつけな。こいつは鬼コンボだ。まともに攻撃を食らっちまうとただじゃ済まないよ。なんて大きさなの。こんなやつジャイワールじゃ見たことなかった。鬼コンボは頭体がでかい分、攻撃の後に大きな隙ができる。やつの動きをよく見て、攻撃が終わった直後を狙うんだ。おっと、敵がへばってるみたいだね。この隙に攻撃を叩き込むんだ。門ごとぶち破ってやる。覚悟しておけ、オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け。あいつセザールだよな。ええ、セザールが王子自ら攻めてくるだなんて、何があったっていうの。お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ。少なくともオレンカの人間じゃないようだが。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けどそれは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、
ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実だ。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。心から礼を言うぞ。いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと、王様に対してなれなれしすぎるわよ。ところで、そなたらは何者か。はい、俺じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんで。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか貴様らジャイワール軍と通じ、今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら、前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体。申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。襲名によりオレンカへ参りました。ゼビオンのオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り、私をオレンカへ遣わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありなら、きっとお力になれるかと。そうか、オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前に、カノ国の思惑を知り、和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカをいかがいたしましょう。では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑にならないよう、くれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様、任しといてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。